グランプリ 100cc4 コース。はい。あ、消えた。あ、帰ってきた。さあ、ウォーモーカントリーやりたいな。あと一人。大丈夫かな。あ、大丈夫か。今作のレインボーロードかな。レインボーロードはショートカットありだからね。よし、ポールポジションスタート。このまんま1位独走コインか。バナナの皮が前に来たぜ。よし、1位独走したい。1位独走。あー、コイン取れなかった。今の、あー、これは食らうか。大丈夫か。どっちだっけ。左がいいんだっけ。左で、あ、これかわせんな。この一発が多分ね、全て終わりにですよね。分かってたよ。あい、でここ飛ぶんだよね。今何が起きた。だよね。どこに飛んだ俺って思ったもん。さっきまで1位だったんだぜ俺。ダブルアイテム取りたい。おー、なんかすごいコインだ。キノコそんなあってもしょうがないな。普通に使って回避進めようかな。3連か。なんかみんな落ちまくってんじゃん。赤のゴーラーは抜きたくないな。抜きたくない。早く早く撃て。俺に使うんじゃない。無理だ。ノーマルで我慢。トゲソーは打っとこう。とりあえず思い出した。これ当たってそのまま真っすぐだ。あー、取らないで。キノコ1個か。インでキノコかな。なんで後ろ狙う。ありえねえだろ。その順位で後ろを狙いに行くってどうすんだよ。トップ目指せよ。トップ6位とか7位で後ろに打ってどないすんねん。いいかな。連打したら2個使っちゃった。もう6位でさ、安定志向はねえって。最後の週の最後ギリギリならともかく、まだまだだねえか。こんなん使うに決まっとるやん。でダブル、これで頼む。よっしゃしゃしゃ。ふう、3位まで上がれた。もう1位独走じゃねえかよ。あー、恐ろしい。あー、なんとか結構上がれた。モーモーカントリーやりたい。いやー、
あれ一人落ちたな。またリタイアが出てしまった。6点がないから、さっき真ん中ぐらいの順位だった人がいなくなってるな。モモカントリーだ。あれモモカントリーじゃねえな、モモ、読めなかった。キノコ、牛牛、スリップストリーム、よし、これは美味しい。赤は俺に来ないでください。諦めよう一個で。防御かな、これは。これは防御で正解だったな、とりあえず。いや、まだ来るの？まだ来るんですか？勘弁してください。よし、なんとか回避。このカントリーな曲いいな。防御したかった。アイテムを連打で止めるべきだったけど、連打するとそのまんま、よし、お危ね、あれ食らってたら地獄だった。虫が飛んだ。アイテムなんもない状況ちょっと厳しすぎ。この順位でアイテムないとかもうゴミだよ、ゴミ。端っこ行ってダブルアイテムだ。コースの料理も今のならアイテムの方が。ショートカットができねえ。ショートカット連覇。連打連打連打。タックも言うほど加速がないからね。とりあえず一発食らっとけ。順位良いか。とりあえず前を目指せ。ほら裏から来るんじゃねえ。ダブルアイテムかな。よし、上を目指そう。ケツケツケツ。ちょ、キノコに変わる、キノコに。あ、3個とも使っちゃった。1個でよかったのに。あ、いけ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 。どうだどうだどうだ。ヨッシーには、ヨッシーには1位に勝ててないか。3位に、あ、ヨッシーには勝ててる。あー、きついな。2位だけどな。ヨッシーには勝ててた。モーモーカントリーはこれでいいんだね。モーモーファームと勘違いしてたな俺。やっぱあのキノコを連打した時全部使っちゃったのかな。コースが選ばれない。あー、ワリオ鉱山か。1位1位ぐらい取らないとトップは厳しいな。ワリオ鉱山結構難しいんだよな。てかなんでこれコース名出なくなったんだろう。前出たよね。してないけど視界が悪い。あー、うっそだー、やっちゃったな。こうしょんこできた気がするな。ちょっと押さないで。左側だったっけ。もう覚えてねえ。2個までアイテム持てるからね。キノコは持った状態で、ここ左側がショートカットできたんじゃなかったんだっけ。なんか俺に来てるな。どうしようもねえよ。リカバリーよりもショートカットに残すか。どこだ、ここだよね確か。でアイテム取りながらショートカット。
当たんねえもんだな。当たった。よし。落ちたね。落ちたの見えた。で、ちょっとコインもちょっと足りないな。普通にストレートで。赤の甲羅に自ら突っ込んでいくスタイル。ちょ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 、無限終わってトリプルキノコ使っちゃった。置かれるなこれ、後ろ見られたら。うわー、リカバーリカバー、ダブルアイテム。おお、悪くない悪くない、こうだろ。よし完璧。ちょっと消す。そしてコインを一気に回収からの無限。よし、まだリカバリーできる。これミスんなよ。よしよし。じゃあ、今のはきついね。スターが2人来てる。跳ねなくてもキラー。カオスカオス。ダブルアイテム頼むぜ。俺もキラーとか、トゲゾーはちょっと間に合う今さら。まだリカバレれる。これはちょっと贅沢した。これはもう終わったね。ダブルアイテムにかけてもこれはもう悲惨だな。ほらちょっとでも、もうダメだこれ。ヘボじゃねえか。はい、トップ争いから落ちました。もう中間順位で一発食らうとね、の止まってるやつついでにぶん殴っていくやつが多いっていうね。俺もするから文句言えねえんだけど、2位とか3位ぐらいでさ、あの一発食らうとさ、隙だらけの状態で後ろからのやつに狙われまくってそのまんま地獄に行くっていうマリカあるあるだよ。だからトップ独走が一番安定なんだよなこのゲーム。で最後ちょっと焦ってドリフトミスって落ちたからもうリカバリー不可能。怖えよこのゲーム。マリオカートスタジアム、ベイビーパークか。なんでここじゃん、ゲームキューブのあれじゃん、同じ場所8周するやつじゃん。7周か。ここカオスなんだよね。アイテム取れなかった。とにかくトップを目指せ。赤なあ。くえ。よし、キノコいいね。これでこうだろ。よし、伝わっとけ。よし、俺に来てた赤を他のやつになすりつけてやった。ちょっと待って、何が起きた、なんで今抜かれた。トップ絶対殺すまん。お前じゃねえ。コース取りだ。もうこの順位になったらアイテムはどうしようもない。常に一番いいコースでミニターボをかける。よし、コースだ、コース完璧。ああ、ミスった。コースをキノコがないからね。完璧なコース。あっちょ、よし、1位になったら完璧なるコース取り。やっぱ1位独走よこのゲームは。怖いキラーが。地獄から天国だが足りんだろうな。足りってない。さっきのだよな。やっぱり表彰台までは上り詰めたけど11位がきつすぎた。どう
どうですか、どうだけに今週のノルマ。やっぱさすがに最下位はきつかった。はい、リンクさんおめでとう。悔しい、負けたら悔しい。よし、それじゃね、第5回大会はこれで終了だ。お疲れ様でした。またねー。